皆さん、本当に今日は大変いいお天気で彼岸の入りという中で、こんな形で大勢の皆さんがお集まりいただいたことに感謝申し上げたいと思います。そして主催者の皆さん、そして来賓の皆さんから心温まる励ましの言葉をいただきました。市議会議員選挙、今日で3日目になります。私はこの城北学区、城北町内会におりまして、町内会の顧問ということで役員も仰せつかっております。で、この選挙戦始まる前にですね、学区にふれあいサロンというそれぞれの城北若葉遊水地を使った山頂の皆さん、それ北の3丁目、そしてそれでいいのかな、ユースですね、はい、で、大岩のですね、会館のところでやられているその遊水地会館のふれあいサロンにずっとご挨拶も兼ねまして参加させていただきました。本当に今、高齢者の皆さんがもう大変元気だということと、そして高齢者の皆さん同士のボランティアっていうんでしょうか、これが本当にしっかりされていまして、で遊水地会館でそこに参加させてもらった時に鈴木先生でしたかね、高齢者ヨガっていうのをやっているんですよね。で実は私もマラソン3月5日のですね、年がいもなくフルマラソンにエントリーしてまして、で4年間の間に4回エントリーしたんですけど、23キロ25キロ腰が痛くてで休んで、で今回4回走ったんですけど、ちょうどその日が3月5日総決起集会という重なってまして、途中でリタイアしますと戻ってくれないんですね。途中で、ずっと久能海岸まで行っちゃうともう2時3時になっちゃう、要するに最後の人をバスが運ぶという形で待ってなきゃいけないということがありまして、今回は途中17キロといいますか、安西通りのところをちょっと行って戻ってきたんですけどね。でそこで結局私腰が痛いんですよね。腰が痛い。それで遊水地会館の時、その鈴木先生が教えてくれた、ヨガというのを、これ簡単なんですけどね、腰の痛みっていうのをこう足を前に立てて、これをついて両方手をここに、これ行かないですね、私行かないですけどね。でこっちをこうやるんですけど、これはすごくその後私すごくそれ練習してまして、確かに腰の痛みがなくなります。つまり我々は今その健康に対するこうさまざまなですね、やっぱ自分、多分ここにいらっしゃる皆さんも元気で、そういういろんな努力をされていると思うんですけれども、やっぱり日本の今健康寿命が非常に高い、非常にレベルが高いわけですね。そういう中で私このフレアサロンとか皆さんと一緒にお付き合いさせてもらってて、本当に高齢化社会だなという実感と同時に、この高齢者の皆さんがちゃんと社会の主人公としてきちんと暮らしていける、この町づくりが必要だなということを非常に実感をしております。で私はこの城北町内会の皆さんとの付き合いというのは、さっき杉山さんがウォンドルと言いましたけれども、実は踊ることも好きなんですね。で今回ちょっとインターネットやってる方はいない、ちょっと分かりづらいんですけれども、恋ダンスという星野源さんが歌って踊る曲がありまして、それを練習を若い人の先生にしまって練習したんですけど、ちょっとうまく踊れたっていうのもあるんですけれども、やっぱり体を動かすっていうことが私たちの健康にとって非常に重要だということと、それから笑うっていうことなんですね。笑うっていうことが実に重要で、米の遺伝子を非常に調べている村上和夫先生という先生がいらっしゃいますけれども、笑いによって免疫のその遺伝子の働きが変わるということを研究されておりまして、でその研究された結果、どうやって実験したかというと、漫才というか落語ですねを聞かせて、病気の人です、人たちを目のやって、それと薬を飲んでもらうという後で、その病気に関わる酵素を調べてもらうんですけれども、そうしますと笑った人たちの方、薬を飲まず笑った人たちの方が実は元気だということが研究で分かってきまして、でこの場合私はやっぱ笑っていうことによって健康を取り戻せる、つまり人間の自然の仕組みがあるんですね。そういうことを村木和夫先生のお話を聞く機会がありまして、で今先生の研究テーマは何かっていうと、
祈るということなんですね。信じるということですね。でこれは宗教的な問題もちろんあるんですけれども、自分を信じるということが免疫の効果にどういう影響を与えるかと、いうことを調べていらっしゃるんですね。もう高齢です。もう80歳も超えてますけれどもね。ですので、こう私たちが今社会の中で幸せとか幸福とかそういうものをこう実感できる、これはどういう形で実現できるんだろうかというのが、私のテーマです。今心の問題とか個人の努力の問題を言いましたけれども、行政とか政治の側はじゃあどういう形でこれに応えられるのかと、いうことを、私は考えております。30年前に曲がったキュウリの時代っていう、さっき変なこと言ってるなっていう話がありましたけど、畑に同じキュウリですね、曲がったキュウリもまっすぐなキュウリも同じキュウリなんですけど、ところが八百屋さんやスーパーにはまっすぐなキュウリしかない、曲がったキュウリはどこ行ったんですかと、いうことを、問題提起させていただいて、私市議会議員の席をいただいたんですね。で当時はバブルの時代でした。バブルの時代に曲がったキュウリの時代、失われてるものは何なんだろうという、問いかけさせていただいて議席をいただいたんですけれども、あれから30年経ちました。社会は実は低成長の時代に入りました。そして今はデフレというのがずっと続いてきて景気が悪いという時代になっています。でこれを何とかしようというので、金融、世界の銀行といいますか、お金の流れですね、株とかいうことで景気を回復しようという時代が始まって、ちょっと今景気が上向き加減なんですね。それは大企業に集中しているよというふうにも言われますけれども、上向き加減という中で、実は一方で格差、貧しいというか貧困ということが一方で進んでるんですね。この時代に私たち、曲がったキュウリの時代ということを私掲げた本当の豊かさとか幸せとは何なのかということを、今回選挙の中では一番大きなテーマとして皆さんとに投げかけて考えたいということをやっているわけです。で私は今幸福度ランキングっていうのがあります。国連にですね、世界150カ国153カ国の国の幸福度を調べてるんですね。毎年発表されます。でそれは6つぐらいの指標があるんですね。で1つはGDP、 個人の GDP ですね、個人の GDP、 それから男女共同、男女の平等度、それから、成熟民主主義ですね、民主主義、それから健康寿命、そういう6つこうあってやっていくんですけど、日本が何番目かっていうことなんですね。そうすると日本は53番目なんです。皆さん思われると思うんですね。だって健康寿命、日本ってとか静岡すごいですよね、全国で2番目とか1番目出すとか言ってるのに。でもそういう状態なんですね。で1番はどこかっていうとデンマークなんですね。そして今人口減少問題って非常に大きなテーマです。この人口が減少すると社会が停滞して我々が幸せでなくなるんじゃないか言われてるんですけれども、人口が多いか少ないかということと暮らしやすい豊かであるということは、やっぱこれ違うっていうことが、この幸福度ランキングで私たち知ることができるなというふうにね思うんですね。で今私このちょっと景気が回復してるんですけれども、貧しさが広がってるという、これをどう考えたらいいのかなという中で、私たちの豊かさという中にやっぱり貧しいとか困ってるとかそういう人を支える仕組みを持つことなり、あるいはその活動を参加するということが実は豊かな生活の一つなんじゃないかと、いうふうに思っておりまして、これをこの次の4年間の中でどういう形で制度の問題、税金の使い道の問題できちんと問題提起をしていきたい、そういうふうに考えております。で私はこの4年前も皆さんに応援していただきました。でこの4年間で何が私実現できたかというのは、これはもう多くの方が語っていただいておりますけれども、このグラウンドにですね、夜間照明がやっと4月から、稼働することになりました。で私は実は一人会派です、議会の中で。で別に私一人がいいと思ってません。仲間を作りたいし協調したいです。しかし言いたいことを言うということと、
皆さんに賛同するということをきちっと自分で自分の中で抑えておきたいものですから、まあ残念ながらなんですけども一人会派ということになります。で、そういう形で、まあ、活動は続けておりますけれども、私はですから多くの大きな会派とか、まあ、大きな人たちがやれる仕事でなくて、その人たちはまあそれは誰かやってくれだろうとか、まあ、ちょっと放ってかれる、そういう問題にきちんと向き合って、その一人の方が言っている問題が何を意味しているのかなということを常に答えようという姿勢で議員活動をやっております。で、この夜間照明というのは実は4年前に中央高校があります、そこで今人工芝になっていて、サッカーやっている人たちは本当はそこをこういいとこなんですね、まあ、大高さんなんかもそうなんですけど、こう練習したいっていうか、そこで練習できることは本当に子どもたちにとってはすごく気分もいいし、教える人たちもいいということ でそこでがうちの町内会にあって、うちの町内会が、まあ、中央高校ともいろんな連携があったものですから、まあ、そのことが関係しまして、まあ、いろんなと貸し出しが始まって、その時に学区のサッカーをやっていたお母さんたちが、まあ、応援に来ていて、私も調子を見に行ってたんですね。そしたらその木壇の三丁目の塩見さんという方に、松屋さんだけどね、私これで練習してるんだけど、なんで上福学校で上福小学校でサッカー練習できないんですか、夜なんでできないんですかって聞かれて、えっと実はすいません、私は知らなかったんですね、そのことをきちんと。それで一人の方にそう言われて、いやこれどうなのかなと思って、それで最初にやったことは何かというと、まずスポーツ振興課に行って、そしてまず静岡の小学校中学校の夜間照明っていくつあって、どこまでできてるのかってことをまず調べてもらいました。で、職員の方でいろいろ調査して結果を持ってきてもらったら、なんと、まあ、120箇所全部設置されてるんですけれども、設置されてないとは12箇所ぐらいだったんですね。で、そのうちの一つがここだったんですよ。えっと思って、そんなことは何でかなと、そう想像するのはこの総合病院ですよね。総合病院があるからみんなこれちょっとダメって言われたんじゃないかなと、まあ、いうふうに思って、それでスポーツ振興課といいますか、行政の人たちは文書をきちっと保存してますので、うちの学区から要望書っていうのはいつ出ていますか、なんでこれができないんですかって聞いたわけですね。そうしましたら、実は上空学区からは要望書は出てません。出てないんですか。で、いやなんで出てないっていうことは自粛してるのかなと思って、総合弁がありますので、それで総合弁次に行きました。まあ、私県会議員も一時期やってましたので、ちょうどその時の事務長さんというのは、まあ、私よく知ってた職員だったもんですから、おいどうなってんですかと聞いたら、いや今全然問題ないですよ、これだけ災害ってことが言われてる時にこのグラウンドで夜間地域の皆さんが学校の皆さんが何かやるってことについて、病院としてそんな何か問題なんてことは全く考えてませんと、まあ、いうことが分かったわけです。で、そのスポーツ振興課で調べてもらったことや過去の例や、それからこの病院の見て、あ、これはできるんだなということになりまして、それでまあ、戸田さん、天野さんはじめ皆さん、連合町内会の自治会の皆さんにまず要望書を、私が案を作りました。で、案を作って、そこには2つのことを、災害とスポーツという2つのことを書いた文章を作って、それで松永さんですね、当時成島さんとかやってた、この文書でぜひ自治会の会長選挙の時から署名を集めてもらえませんかと、まあ、いうことを作って回りまして、そして次は PTA です。塩田さんが PTA 会長やってましたので、 PTA の中で協議してほしいと、皆さんで要望できるかできないか協議してほしいとお願いをして、その次にこのグラウンドの利用協議会ですね、まあ栗田さんが代表になってるんですけれども、渡辺さんと市の職員の方が事務長をやってますので、聞いてそこでまた協議をしてもらって決めて、で一番の問題は北安道4丁目の住民の方です。それ夜間に照明がついたら迷惑するという問題や、それからグラウンドを使うと埃が立つっていう、まあ、問題がありますので、やっぱり周辺の住民の方には賛成ですという、まあ、もらってなきゃいけないということで、北安道4丁目の青柳さんにお願いして、それは署名を集めてもらったんですね。そしたら、こんなことは個人情報ですけれども、マンションに参議院議員の平山さんが住んでいたということが分かったんですけれども、すいません。というですね、
彼女はまあそこでから NHK の仕事にやってたってことは分かりましたけれども、まあ、あのということでそういうこう準備ですね、一つのことを実践するためには地元の声、行政の側、周辺の人たちということで、まあ、一つの形を作って要請をしたと、まあ、いう経過がございます。して文部科学省のこれは補助金になりますので文科省のメニューの中に静岡市が、まあ、いろんな要望があります。で申請をするわけですけれども、申請をしてで待ってたわけです。で2年経ってもなかなか難しいと、まあ、それは結局全国の学校から要望が上がってきますからね、どれを選ぶかという話になりますので、そしたら昨年の1月にこのメニューがなくなりました。いや困ったな、それ静岡市が全額出して作るかということになるんですけれども、まあ、それは田辺市長とあのスポーツ振興課の皆さんがどうしようかなと、この地元の要求をということで、それでサッカーのくじという形の補助金を見つけてくれて、それを申請してそれが OK になったと、まあ、いうあの経過なんですね。まあ、2500万円ほど の予算なんですけれども、まあ、地域でやはり災害とスポーツという形で実現する。しかしこれは4年もかかりました。4年かかりました。でこれは私は準備はしましたけど、もちろん他の議員の方たちの協力もいただいております。地域の課題を解決するにやっぱり議員の皆さんの協力も得なきゃいけない、これは当然のこととして皆さんに私は頭を下げることも、そしてお願いすることも全くそれは苦になりません、まあ、いう形でようやくこれがまあ一つできたっていうのが、まあ、4年間であの皆さんのこう地元の議員っていう、上福各区の私は議員です、ここに住んでますという議員としてやれることをとにかくやるっていうのが私のまず基本スタンスであります。でこの上福小学校は共働き家庭が結構学区は多いんですね。それで児童クラブ、学童保育ですけれども、これも毎年待機児童が出ていて、で今6年生まで入れることになりましたから、もっとまあ増えたわけですよね、まあ、そういう中で一クラス増えたということと、それから働いている支援員さんの皆さん、パートなんですね、時間給なんですね。でこれでは集まらないんですよ人が。で今終わる時間をですね、その7時までやってくれ、働いている人たちがいるのでというまあことがあって、そうすると支援員さんがちゃんと集まればやるよってことなんですね、静岡市も畜社協も。だけど集まらないということで、ようやくですねこの3月に、まあ、78 の、 児童クラブ旧静岡市ありますけれども、やっとその責任者の方が畜社協の嘱託職員という、まあ、正規の職員になったわけです。で5年10年15年という形で働く方に一つの加算の手当を出すということもやっと決まりまして、まあ、少しずつ少しずつ前進をしています。私厚生委員会でこの問題はもう8年間ずーっと言い続けてきたんですね。やっとこの3月、まあ、問題解決というか少し先が見えてきたということになります。まあ、そんな形で地元の皆さんが抱えている問題を一つ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 聞いて、そしてそれを行政の中で解決するという当たり前のことなんですけれども、当たり前のことをちゃんと次の4年間もやり続けたい、こう考えているところです。で次の4年間の課題は何か、それは当然2つあります。一つはこれはもうここにいらっしゃる皆さん、みんな私も65歳になりましたけど、高齢化というまあ問題をどうするかというまあ問題です。で介護保険、ここにいらっしゃる方、介護保険どうか使っている方いらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、1から5までの段階があって、それで要支援、要支援1、2っていうのがあるわけですけれども、要支援1、2の方々がこの4月から介護保険制度の事業者のメニューから外れて地域総合事業というですね、そこに移管する。で移管するとなぜ移管するかというと、介護保険の財政、高齢者が増えてきて皆さんの保険料だけでは賄えない、本当は税金の入れ方にも問題があるんですけど賄えないよということで、この地域総合支援事業というものを4月から静岡市は始めるんですけれども、お金をどう減らすかということで考えたのが、今まで事業者がやりますから、まあ、いくつかのメニュー、2つ介護予防とか訪問介護の誰でもできるというものがあるものを介護事業者がやると、当然そこにヘルパーの人数や看護師さんとかこう条件がついて、したがって介護料が高いよと、それを
多様な主体といいますか、ボランティアも含めた小さな主体を作って、その人たちがやることによって価格を下げるという、まあ、そういうことを今やろうとしているわけですけれども、これはまあ2つ側面があって、一つはそういう本当にそのやる人が出てくるのかなという問題と、一つは地域の高齢者の皆さんやリタイアされた皆さんが今社会参加のいろんな活動がメニューがたくさんあるわけですけれども、そういうこととして社会に参加してもらうための一つの仕掛けなんですと、今二つはまああるわけなんですけれども、まあ、この問題が本当にうまくいくのかどうかということを、私この次の4年間できちんと皆さんの声を聞きながら実践をしていきたいなと。そして今一番の課題、その中で地域包括ケアという問題があります。今日実は私の母も93歳で、去年の暮れに倒れて今年の1月も倒れているものですから、最後どうなるかと、まあ、自分の覚悟を決めなきゃいけないわけですけれども、がんの方で末期がんの方が病院で亡くなるのか自宅で亡くなるのかということが実は今非常に大きな問題になってまして、 70% の人が自宅で最後を迎えたい、アンケートによると。だけど現実には 70% の人が病院で亡くなっているんですね。これどうしたらいいんだということが静岡市の今非常に大きなテーマとなってまして、昨年から6つの小学校区域、1つの先進区域ということで、お医者さんや看護師やそれからヘルパーの皆さんやケアマネージャーの皆さんや薬剤師の皆さんや人たちで実験的にがん患者の末期の方に、じゃあどういう形でその方の希望を叶えられるのかという、今その研究をまあ始めて3月の12日にその報告会がありました。で、来年からまたその学校をもっと増やしてというまあことになるんですけれども、私の友人が4日前に友人の奥さんが亡くなったんですね。その方は乳がんの末期で、それでもう最後1ヶ月のところで病院に呼ばれて、病院で最後を看取りたいか自宅で看取りたいか決めてください、まあ、いうことで、当然まあ自宅を選んだわけですけれども、自宅を選んでそこでの介護のサービスやお医者さんの往診やさまざまなことが本当にちゃんとうまくできているのかということが問題になりまして、まあ、その友人はすごく良かったって、いろんな人がこの最後自分の妻をきちんと見てくれた、自分も介護で大変だったけどでも自宅で見れたのは本当に良かったってと言って、まあ、私がたまたま選挙のお願いに行ったんです。選挙の、そしたらもう亡くなっていた、その遺体というかそこにちょうど遭遇してしまいまして、まあ、そのお話を聞かせていただきましたけれども、まあ私たちがこう、当然我々は命は最後はなくなるわけですけれども、最後のその看取りというものはどういうふうに地域やそして行政や医療が支えるのかということを、やっぱりこれは私たちが解決しなきゃいけない問題です。田辺市長は日本一どころか世界一の地域包括ケアを作るって言ってます。本当にできるのかと、当然これは誰しもみんな思うわけですけれども、しかしそれを実現するには皆さんの声なんです、皆さんの意見なんです。それをちゃんと議会で伝えるっていう議員がいれば私は実現できると思います。私は厚生委員会に、まあ、2期政令市になってから2期8年ですけれども、8年間厚生委員会にいました。まあ長くやればいいのかっていう問題もあるんですけれども、それはたった一人で8年間やり続けた。そうしますともう、まあ、大体行政の考えということは分かります。その中で市民の声をどうやってそこに伝えていくかっていうことが一番大事なんですね。ところが議会は今残念ながら30分であと7分くらい5分ですね、はい、議会というのは残念ながら市長から提案がされます。で、当局に質問します。で、決めるのは議会なんですけれども、議会の 議員同士の議論は全くありません。これがおかしなところなんですね。48人います。17人の青い区、駿河区の14人、清水区の17人います。で、この議員が本来なら市長が提案をします。で、市長が提案したことを議論するのが議会なんですね。議論で決めてるのは議会なんです。市長が決めてるんじゃないんです、議会が決めてるんです。ですけど議員はそこで議員同士で議論して決めてれば、自分の意見を言って相手の意見を聞いてどこが違っててどこで一致してるのかということで決められてるんですけど、現実には市長が提案したものはみんな賛成だよと、
で市民が請願とかそうしたものは、まあ、大体反対だよと、まあ、そういう構図の議会になっていることが私は最大の問題だというふうにまあ考えておりまして、私自身は議会の中で例えば厚生委員会で、まあ、子ども未来局とそれから社会福祉長寿局という、まあ、2つの分野があるんですけど、大体1日1日と議論するんですけど、まあ、1時間半は質問したいわけです。1時間半の質問をしようと思うとこれはもう相当準備しないと質問できません。でもその質問を準備するということと皆さんの声をちゃんと聞くってことなんですね。皆さんの声をそこで発言するってことなんですね。で市民の発言の皆さんの声っていうのは実は行政の皆さんからするとそんなことできるわけないじゃないですかっていうことは多いんですけど、しかし皆さんが言うっていうことの中に私は真実とそして非常に大きな普遍的な意味があるっていうふうにいつもまあ思ってまして、ですので一人一人が出す意見というのをこの人の意味は何なんだろうと、この人が言うときには気軽に言ってるときもあるかもしれない、しかし真剣に考えて選んだ言葉かもしれない。だけど私たち議会というのは皆さんの声をちゃんと聞いて代弁するということなんですね。これを私は自分の信条としております。私先ほど嬉しかったという話をしました私鉄のタクシーなんですけど、運転手さんがですね、実は初日1日目に街の中で街頭演説を終わって、それで選挙カーは他は移動するよと松屋さん自分で帰って、まあ、言われまして、まあ、タクシーで帰ろうかなと思って呉服町のですね青葉公園からタクシーいないかなと思ってずっと歩いて、でスクランブル交差点に行ってあそこいつも止まってるのとそこにも来なくて、で最終的に私鉄の瀬の場前のところに行ったんですね。だからそこで途中に乗ってればその運転手さんには会わなかったんですけど、まあそしたらその瀬の場の前にはお客さんが5人も6人も待ってて、いやこれ時間かかるなと、タクシーが何も間違いなかったもんですから、じゃバスで帰ろうかなと迷いましたけど待っていて、やっと乗り込んだら、まあ、このタスキをつけてたもんですからまあ目指すってことは大事ですのでタスキをつけていたもんですから、で唐瀬街道に松屋選挙事務所とかあるのでそこに行ってください、すいませんその事務所はどこですかよく分かりません、言われたんですけど、そしたら松屋さん僕ね松屋さん投票するの決めてんだよという話をしてくれて、さっきの戸田さんの話なんですけれども、いやもう松屋さんが瀬の前で火曜日に街頭演説やってるのはもうずっと見てるよと、政令市の市議会議員になって8年経ちますけど8年間ずっとやり続けてますから、もうそういうのが俺は好きなんだとまあ言ってくれまして、だから私はあんたを応援する、私はもう投票で決めてるからっていうまあ話で、まあ、いろんな話をずっとしながら事務所まで着いたんですけどね、見ていてくれる人がいるんだなって非常に私は報われた感じがしました。なんで私毎週街頭であそこでやってるかっていうのはですね、私たちの議員の仕事は皆さんの声を代弁するってことです。まず代弁するってことです。それから私が皆さんから特権をもらってさまざまな行政資料をする権利といっぱいもらって、私が見たこと聞いたこと、これを皆さんにお伝えすることなんです。まあそれで火曜日にお伝えしてるんですね。で問題の解決のために皆さんと一緒に先頭に立って問題解決する、この3つを私毎あそこの定例火曜日で毎朝言ってるんですね。そのことを見ていてくれた人がいたということで、まあ、感激をしたわけですけど、まあ、今日も実はさっき私もちょっと選挙の危機感というか新人の方々の踏ん張りというのも、まあ、あってですね、非常なる、まあ、その心配もしているわけでございますけど、もちろん自信も持ってやってもいるわけでありますけれども、電話かけっていうのも実はさっきもしてたんです。そしたら靴の屋の方々の名簿で電話かけてましたら一人またいました。分かってる松屋さん、俺はちゃんと見てんだ、外転術やってるの知ってるよと言ってくれた方がいたんですけどね、まあ街頭であんなところでやったってそんな議員活動の本当に意味があるのかっていう人もたくさんいますけどね、いらっしゃいます。でもねやっぱこれは約束事なんですね。皆さんの税金を報酬としていただいて、その議員が何を4年間やり続けるのかということにおいて、私はこの皆さんの声を代弁する、私が見たこと聞いたことを皆様にお伝えする、問題の解決のために皆さんと一緒に先頭に立つ、
このことを私は議員としての信条として持っておりまして、これをやり続けたいし、やり続けます。ですので、今日お集まりの皆さんが心に思ったこと、疑問に思ったこと、こうしてほしいということ、これはぜひ私に情報をいただきたいと思います。で、今日は30分でこの話は終わるっていうのがお約束になってまして、30分にもなってるんですね。で、この次の4年間でやんなきゃいけないということは災害の対策の問題です。南海トラフ巨大地震っていうものが、これは必ずやってくるわけです。必ずやってくるこの巨大地震にどう私たちが立ち向かえるのかという話をしたいわけでありますけれども、時間の中では本当にこんなね、座ってるとたく疲れると思いますので、これはちょっとまた違う機会で、まあ、話する形にしたいと思いますけれども、というのは必ず当選しますから皆さん、次の機会をですね、はい、しますから、次の機会を皆さんにこうの時にまた話をさせていただきますけれども、私は新潟県の柏崎市の生まれです。で、中越沖地震というのも起きました。で、そういうことで自分もそういう現場ももちろん見つけたし、熊本地震もありましたし、で、まあ、世界で最大のこの地震と、そして一番危険な浜岡の原子力発電所というものがあるこの静岡県で、私たちが何をなすべきかということについては、また機会を改めて話させていただきますけれども、本当にですね、私は最後に今日お二人の方、議員の方がおっしゃってくれました。私はもうベテランです。選挙は9回目です。9回もやってんのかって皆さんに笑われますけどね、まあそれは本当に皆さん支えられているから9回もやらせてもらってるんですけれども、選挙には勝ち負けが必ずあります。2回も私は負けた経験もあります。負けるということは、さっき鈴木さんがね、1回負けてるって言いましたけど、これはなかなか辛いことですよね。はい、ですけど、辛くてもやっぱり議員として政治の側に立って仕事をしたいというですね、この意欲だけが非常に、すみません、皆さんあるもんですから、皆さんいろんな形でご迷惑やお願いを、まあ、するわけでありますけれども、地方の議員がどうやって、少数の議員が議会の中で市長や職員の皆さんと対抗できるか、別に喧嘩じゃなくて対抗なんです。彼らは情報はたくさん持っています。そして経験もあります。それは組織として蓄積、伊藤さんやこの相葉さんいるけど蓄積されてるんですよね。それに議員が対抗していくにはどうしたらいいかということで、県内のそうした政党や大きな組織に所属しない議員の皆さんの勉強会、そして全国の皆さんの勉強会、まあ、政策情報センターは100人くらいなんですけど、立憲主義と問題については600人ぐらいとかありまして、まあ、その私はまあ代表、共代表とかいろんなことをやらせてもらってきていて、やっぱり情報なんです。議員が活動していくって重要なのは、皆さんの声聞いていられる情報と、行政や政府が持っている情報というものをちゃんと入手して、そして全国の自治体の状況を把握して、静岡はどうするか、沼津はどうするか、浜松はどうするか、これを言えるってことが自治体議員の大きな力なんですね。まあ、それを私はずっとこの間やり続けてまいりまして、まあ、そこでは長くやっているんですけれども、まあ、そのことを皆さんに、この議員の仕事の中の中身ですから、たくさん話しても仕方のないことで、とにかく皆さんの声をちゃんと実現するために努力も私たちがしなきゃいけない、それも皆さんの税金をいただいて私が仕事をさせてもらっているということの、まあ、感謝の気持ちを込めてやり続けということをお話しさせていただきまして、とにかくこの選挙票を勝たせてください。勝たせてください。皆さんの力で勝たせてください。必ず勝ちます。よろしくお願いします。ありがとうございました。